セサル・アルトゥーロ・ラモス・パラス・エロスは、メキシコ・シナロア州クリアカン出身のプロサッカーの審判員。2014年から国際サッカー連盟登録の国際審判員として活動しており、今ンカーフ・チャンピオンズリーグ2018 FIFA、2018FIFA ワールドカップ、2019AFC アジアカップなどで主審を務めている。2006年10月28日に行われた、 プリメーラディビシオン ACD サカテペク VS サントスラグナでデビュー。2011年1月15日にはサンルイスポート市で行われたサンルイス FCVS プレーブライフシーセンの第4の審判としてのトップカテゴリーの初審判。同年にはモンテレーで行われた CF モンテレ VS ティファナの試合でトップカテゴリー登録の初主審となる。二千十七年には FIFA クラブワールドカップの決勝、レアルマドリード VS グレミオを担当。2018年には、同年の FIFA フフワールドカップで、メキシコ人としては、唯一の出身として選出された。2019年には、アジアサッカー連盟と、北、中米カリブ海、サッカー連盟の間の審判交流プログラムに、参加し、アラブ首長国連邦で行われた2019。 AFC アジアカップで審判を務めた。ありがとうございます。